こんばんは。え、こんばんは夜はこんばんは。こんばんは、ひなたです。めっちゃよくある。今回は皆さんにお仕事の日のナイトルーティンを紹介したいと思うんですけど、今日はマネージャーさんと一緒にお泊まりをしているので、マネージャーさんと一緒にナイトルーティンを紹介したいと思います。それではレッツゴー。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日も頑張ったね。はい、はい、明日もお仕事あるので、はい、ちょっと頑張らなきゃいけないんですけど、はい、まずちょっと着替える、もう外から帰ってきて、ちょっとまずじゃあ手を洗いに行きましょう。はい、洗いに行きます。汚い手でかぶさっちゃった。はい、ということで手を洗いたいと思います。オッケー、じゃじゃじゃーん。はい、ということでメイクを落としていきたいと思います。はい、髪の毛をもう一回取ります。今日はちょっとやり込んでて、ちょっとパーマ当てたみたいになってる。はい、終わりです。はい、メイク落として髪の毛も下ろしてると気持ち悪いんで、ちょっと一回結んで終わりです。じゃあ、はい、シャワー行きますか。行きます。はい、じゃあシャワー行ってきてください。行きます。ビュー。はい、ということでお風呂に上がりました。さっぱり、さっぱり、さっぱり。ということでいろいろスキンケアとか髪の毛とかやっていきたいと思います。ゴー。髪の毛をまずは溶かします。お、なんかめっちゃいい。メスのブラシにして。何？お、これめっちゃいいやつなんですけど、濡れてる髪でも使えて、うん、マッサージもできるし、櫛を解くときにめっちゃフィットするんですよ。これを何回も何回もやると、うん、めっちゃサラサラ。へえ。ちょっともう髪の毛は命なんで、どう？この、うん、今やっている、あ、かわいい、ベティちゃんも、うん、タオルはファンの子にもらって、あの、いつも使ってるんですけど、これめっちゃ使えるんですよ。こうやってこうやってやったり、めっちゃかわいい、めっちゃかわいい。色もいいし、ベティちゃんめっちゃ好き。うん、かわいい、めっちゃ嬉しかった。ありがたいね。はい、ということで次は化粧水なんですけど、こちらマネージャーさんので、たまに貸してもらったりとかやってもらったりとかした時にめっちゃ良くて、今日だけ特別に貸してもらいました。うん、4回ぐらい、うん、馴染むぐらい。めっちゃつけちゃった、うん、すごい。これなんかオイルとかが入ってるから、うん、めっちゃ乾燥もしない。手軽でいいよね。で、最近使ってるんですけど、これはアロエで、顔にも髪の毛にも使えて、最近髪の毛とか顔とかにやったり、うるうるって言ったら、うん、これを塗ります。たっぷり塗ります。もうベッドベッド塗ります。はい、こんな感じ、うん、ちょっと長くなっちゃった。最後にワセリン。ワセリン、ワセリンどこに塗るの？これはですね、口に塗ります。ふーん、口入れたからめっちゃ乾燥してる時とかはもうめっちゃ塗ってラップをして10分ぐらいやるとよくなる。うる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 になる。
次は髪の毛を乾かします。 OK。 乾かします。髪の毛を溶かします。ちょっと髪の毛がすっごい癖毛なんでアイロンを軽くします。で、アイロンは使うのはこちらなんですけど、買ったんじゃなくて、お母さんに借りました。ちょっとめっちゃいいよね、それ。これめっちゃいいやつなんですけど、くせ毛って分からへんのにな、普段。それはアイロンをしてるからです。なるほど。もうね、髪質がめっちゃ変わります、これやるだけで。ツルツルになる、いい。これツルツルになる、サラサラになるし、ツルツルになる。全然違う。あ、いいね。完成なのかな。なのです、はい。では最近ちょっと気をつけているんですけど、寝る前にお肌のためにお水を飲みます。もう寒くなってきて乾燥するし、おいしい。はい、じゃあ歯磨きをします。はい、磨けた。磨きました。じゃあもう今日は一通り終わったね。じゃあ明日に備えて寝ましょう。はい、寝、はい、ましょう。大丈夫で、今日もお疲れ様。お疲れ様です。明日でも早いからね。はい、なるべく早く寝れるように。はい、じゃあもう電気消して寝ます。はい、おやすみなさい。ひなたの一日終わりました。おやすみなさい。